ここまで例えば何回、例えばなんか5回だけできた。でも7回はもう我慢できなかった。いいじゃない。じゃあ今度は6回になります。ブーストであげる。じゃあ頑張って 7まで行こう。どんどんどん少しずつのトライにすると最後に落ちになります。だけど、一辺的は、ごめんな、面白くないけど、私とあなたは全然違う趣旨、危険もあるから、自分の考え方ですから、これは自分のストロークはどうやって出るのは自分でできます。でも練習してた。そして日本人、必ず言いますね。日本人でしょ、やればできる。これは思ってください。とってもいいことです。もう 100% でいかなくてもいいです。あなたの力まで。言った我慢はしないように、もうストレスにならないように。できたことはもう OK、私もベストです。でももうしないといかないとか、なんとかなんとかなんとかしないでください。みんな、私言ってる。これでも、ここまでだったらいいです。このぐらいだったらいいです。人間がもう出した力が一番ベスト。一番いいことです。できる力ね。以上がやっぱりカウンセラーのアドバイスはおかしいと思います。だからできる力だけで言って、気持ちの感じでもできる力だけ出してください。できない部分があなたが悪いじゃない、思わないで。それでも自分の能力だけです。あと2つ目がその我慢のことに関して、はい、私の入る会社のボス、結構、はい、フレンチのボスとかも、すごい、でもサクセスしてる人で、はい、だから我慢というか、本当、徹夜する日も、はい、自分もやってきたもんだから、はい、ね、部下もできるもんだから、はい、それも我慢をさせてもらうというか、はい、まあでもサクセスしてるんですよ。してるよ、はい。例えばこのボスはあなたに嫌なことを言ってるんですか、いろいろガン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 今のあったことは、終わったことは、私言ったブスティックの目に見て、もしかしてこれがあったから、あなたここにいらっしゃるんだ。一応、自分の声を返したのだから、あったことは、これも授業あると思いますね。どうやって学ぶとか。もしかしてこれいいこと。本当は大変だった、あなたに。だけど、人生の新しい人生を生まれるために、いいことだったから、これブスティックの考え方。そのボスはみんなじゃないんですね。ブスはブスで、何かやってたは自分でのことで。だけどもしかしてあなたは今、新しい人生を生まれるため、いい考え方になるために、申し訳ないけど、体が大変だったけど、だけど、もしかして今からスポーツしやるとか、体もっときれいな、自分ももっと何かいい意見が今聞いたら、じゃあもっと強くなる。のためにのあったことですよ。ずっとそのままだったら、そのこと知らないじゃないですか。みんなの今仲間みたいなみんな意見で、そんなすごい仲間するグループの方が合わないかもしれません。そう、お忙しいからここに来ない。だけど自分のいつも会ったことは、ボスティブの目で見てください。みんなのアドバイスだけど。自分のプラス、じゃあ会ったこと大変。でも大変なことは必ずいいことは出てくる。昨日言ったように、ゴミは大変でしょ。匂いだや何かや。でもこのゴミが持ってきたらお金になるじゃないですか。もう一回も作る。グラスも作る。何か作る。缶詰も作る。お金になるじゃない、ゴミは。そんな私たちの捨てるもの。いや、みんな物を立ち上げて捨てたから、いやーって言われる人は多いでしょ。だけどこれはイコールマネー、お金。そのお金はゴールドもカラー、金。だからゴミイコール金です。ここから考えて、この大変なことは失礼ですけど、ゴミを持って去る。でも最後にゴールデンになることです。あなたもいい経験になりますし、自分に今からいい将来がもう一回繰り返す。いい人生が生まれる。ただ、後ろに見ないでください。今から前に行って、あったことは私強いなと。このあったことよかったって言って、なぜ私はもう強くなったから大丈夫。今度はそのボスがあったら早くやめた方がいい。我慢しなくていい。勉強になったからじゃないですか。ね、いくら大変でも体が来ないように。その意味です。ですから、
大変なあったこと場合はいいことと思ってください、自分で。必ずいいふうに考えた方がいいと思う。その辺が新しい人生を生まれたと思います。自分の心も強くなる。自分の行動も何か変わっていく。勉強になっていく。危険が長くなる。ですから、いいこと、悪いことを思わないで、いいことだから。じゃあ最後で井上先生会ったからよかったじゃないですか。そういう意味です。会ったことは大変見えるんだけど、人生を負けない、でも我慢しない。私はもうごめんなさい、我慢の反対した。我慢は結果は分かるんです。楽しながらベスト。Do your best。一生懸命頑張る。でも我慢しながらは必ず体に来ていくんです。それで、じゃあ、イフル見てくださいね。何かあったこと大変、体も壊した、何かあった。今から考えて、今からどうするか。いいです。そんな簡単なものじゃないと思いますけど、ただ、理解が、メンタリティがあると強くなると思います。よろしいですか？ナイスね、スマイルなんか。はい、何かいらっしゃいますか？じゃあ、これで私は今日の終わりますので、よろしくお願いします。いいじゃないの？笑ったら一番がいい。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。はい、クラスについて、ネガティブポジティブというところで、私もこれ今日、まあ、2回目ですから、いただいてるんですけど、さっきこのシートですよね、このシート本当にされてきた方が、実際にやってみると、ネガティブだとなかなか出てこなかった。でもやっぱりこのネガティブを知っていくことで、ね、それをね、いろんな、ね、今はすごく大変だけどっていうところもあったりするんですけども、それも本当にこのポジティブの考え方ですよね。そういうところをちょっとエッセンスに残しておくと、もうポジティブがどんどん増えていくっていう考え方でも、なんかこうちょっと私たちの中では、私の中ではね、本当になかった考えだったので、すごく新鮮だなっていう思ってます。で、私もね、このシートまだ作ってないんですけど、作ろうかなと思っておりますので、皆さんもね、よかったら作ってきて、本当に誰に見せるわけでもないと思うんですよ。見せてもいいよとか全然見せていただいてもいいんですけども、自分の本当の素直な正直な気持ちをそこに入れてみるっていうのは、なかなかやっぱりね、こう思っててもこう出すっていう、出すことをなかなか本当しないと思うので、ぜひ、ね、チャレンジしていただければなと思います。はい、それではですね、この今日の、国際カウンセリングの方で、ね、終わりたいと思いますが、あとね、振り返り指数の方を書いていただいて、また今度4月の方はですね、4月の11日までスケジュールが出てますけど、5月の方とかまたスケジュール出していきますので、あとメールとかね、教室なんかに話していただきますので、また、皆さんご協力いただければと思います。はい、それでは、国際カウンセリングに戻りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。そうですね。